とことんやり込む、どうも、なおちんでーす。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、デイリークエスト、プラス25、行きたいと思います。この2つなのよ。今回が、砂漠の寺院、そして、地下寺院、だね。この前、砂漠の寺院クリアしたから、まあ、今回も行けるでしょう。はい。今日、明日と、2日続けて、ここ、やっていきたいと思います。まずは、砂漠の寺院から、行っちゃいましょうかね。行くよ。装備は、これだね。黄金の闘士の使命具。これ、爆発がね、ちょっと微妙なんだけどね。まあ、これで行きます。吸血もレベル3が欲しかったけども、2止まりです。まあ、まだね、新しいの、入手していかないとダメだな。で、スパイダーアーマーです。はい。こんな感じとなっております。アーティファクトは、キノコと、アミュレット、エレメントのカバン。こんな感じです。いきますね。まあまあまあ、今回が、プレイヤーの速度が 20% アップで、長弾を持ってる。あ、もうすでに持ってるけどな。で、近接モブが凍結を持ってんのか。なるほどね。ちょっと待って、バンガードきついって。いきなりきつい。よっしゃー。バンガード結構きついもんね。よっしゃ、凍結か。ちょっと嫌なやつらだな。ちょっと嫌なやつらだけども、まあなんとかなるか。はい。うん。もうほんとこの前のね、放送でやったときに、あ、全然いけるわって思ったもん。プラス25。うん、前はね、全く歯が立たなかったけど、もう今は全然いける。今はいける。うん、まあ、いけない時もあるんだけどね。いけないところもあるんだけども、まあ、大概いけるよね。まあ、この前ちょっとね、一個学んだことがあって、衝撃波エンチャントであるでしょ。あの衝撃波、強いんだけども、逆にデバフになることもあるんだなっていう風に思ったね。あれで、ね、結構足止めに使えるのよ。足止めに使えるんだけど、クリーパーを足止めしちゃうと、逆に爆発されて、ダメになるっていう、そういうのが分かったんだよな。なんで、攻撃派スキルは、よしあし。もうほんとあればっかり結構俺使ってたんだけど、あえてない方がいいっていうことが、結構あるっぽいな。まあ普通はね、全然役に立つやつなんだけど、よろしくないとき、ほんとよろしくない。はい。一応、シークレットだけは、取っていこうかな。うん、シークレットだけは取っていきましょう。まあいいのが出る確率もね、結構高いんで、ここは。ここだけは取ってから先に進んでいきます。なんだ？大外れ。こっちは？なんだ？まあまあミステリーアーマーはいいとしよう。はい、先に進みまーす。うーわ、マジか。お前きついんだよな。ちょっと待って。ちょっと待ってね。こいつはね、ちょっとはめないと難しいかな。オッケー。あー、やっべ。こっち側があるか。こいつばかりはね、ちょっと痛いんだ。これはめ殺します。はい、終わりー。わあ。こいつばかりはちょっと勘弁して。うわ、これきつい。ちょっと待って。おい。ちょっと待て。雲とのこの相性が悪いこと。びっくりしたー。危な。うわ、きつい。
ここきっついな。うっそやろ。こいつむっちゃくちゃきつい。何をするかい。よっしゃ。うわ、勝って、むちゃくちゃ勝って。ちょっと待て待て待て、なんじゃこいつ。うわ、めちゃくちゃきつかった。何今の高速攻撃、やめてくれ。よっしゃ、とりあえずボスのところまで着いたね。道中やっぱこうきついな。うん、さすがプラス25だわ。やべ、結構囲まれだすと。うそ、マジか、お前ら出てくんの。いやでも絶対やってやる。こいつらからもうあのアイテムが出るようになって美味しくなったよね。前出なかったからさ。じゃあ、おっ、どうお前。よし、もうよっしゃ、このパワーアップ状態のまんまボスに行きたいけどな。いけるいけるいける。ここでドラと変えて、あ、ミスった、あ、ミスったミスった。これやばい、これやばい、これやばいぞ、やばいやばい。ドラ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 、オッケー、いけ、いや、いけるいけるいける、大丈夫だ。ちょっと待て、おっしゃ、さすがやね、エレメントのカバン最高。オッケー、よし、あとはクリアするだけ。わあ、ちょっと若干ミスったけど、よかったよかったよかった。よっしゃー、最後ラストや。よし、じゃあ弓での回復もかなりあるからね、素晴らしいな。よし、じゃあ終わり、クリアでーす。アイテム見てみよう。なんだっけ、何が出るっけ今回は。弓か、ツインボウ。いらないねいらないな。はい、まあデイリークエストプラス25クリアしました。なんか最近よくいけてる気がする。まあまだね、古代狩りをして厳選もやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。